風下もでも見かけたわ。これはあなたの手作り？ハロー。ええ、私のよ。祖父に捧げるランタン、弔うの。どんな祖父だった？第二次世界大戦の兵士で島に墜落した。祖国を捨てここで祖母に出会った。義務を捨てたものですら称えてもらえるの？そういった意図ではないわ。なら何？私はもともと祖父が大好きだった。ある日、激しい雨の後に庭に埋められた祖父の写真を見つけたの。そこには兵士姿の祖父が写っていたわ。私は毎年祖父の命日にランタンを作って弔っているの。それは人はいつでも変われるという証よ。確かに祖父は多くの人の命を奪ったけれど、その過ちを認める勇気も持っていた。自分の過去を償うためにどんな苦労も惜しまなかったわ。それは果たして勇気と呼ぶものなの？一から新しい人生を築き上げた、それは勇気よ。なのにあの兵士たちはその記憶を汚した。一体何のこと？私は祖父の写真を持っている。隅々までよく記憶してるの。上着のボタンの一つ一つまで。先週それを着ている兵士を見た。彼らは祖父の宝物を盗んだのよ。それを取り戻してほしいの？ええ、お願い。奪われたものの写真があるわ。待って、私にも見覚えのある装備がある。ミダスという友人が持っていたものよ。それも連中に奪われたというの？全て奪われた。分かった、手を貸すわ。他に喋ることはない。警戒しろ、敵襲だ。了解だ。さあ聞かせて、このスカーフと玉飾りについて喋るのよ。全部話した。殺さないでくれ、頼む。
見つけた。よかった、全部ある。ミダス、あんたの一部を取り戻したわ。取り戻してくれてありがとう。なんと感謝していいか。祖父は死ぬまで自分の過去を悔やんでいた。祖父の記憶を紡ぐことで、誰もが祖父と同じ過ちを犯さないようにする。それが私の責任よ。同じように道を見失った祖父の親友は、もっとひどい運命にあった。悲しい話よ。自分の人生の責任は自分で負うしかない。どこにいるのかは知らないけれど、ミダスも無事でいると祈りましょう。おじいさんの親友はどうなったの？あの道を見失った兵士。道を見失った兵士、祖父の親友よ。彼はシローという名前で、祖国への忠誠を失ってしまったの。その結果、とても荒んでしまって、結局は。悲惨な話ね。悲しいことにね。戦死したの？いいえ、彼は人と距離を置いたの。自分が見たことや経験したことから。逃げるためにね。戦争で破滅した兵士たちをみんなは追悼すべきなのかもね。過去が何であれ、忍ばれる権利はあるし、家族も心の整理がいる。ありがとう。彼の不幸な余生はリバティから始まったはずよ。決して見つからない自由と解放を求めて。彼の足跡をたどるなら覚悟してね。見たくもないものもあるだろうから。